ナンバシティは大阪府大阪市中央区及び何枠に所在するショッピングセンターである。4店舗まで存在したシティのうち最初に誕生した店舗である。蔵前通りを挟んで本館と南館で主に構成され、地上3階にプラットホームがあるナンバ駅の真下に展開している。2014年1月までナンバ中に交差点北西角にナンバシティトンビルがあったが、 南海海間ビル建て替え工事に伴い解体された。店舗数約290、店舗総面積約3万1500平方メートル。2014年に解体された東ビル南海電鉄の沿線人口増加に対応するためになされていた南海南馬駅の改造工事とともに開発された。1978年11月に第一次開業。1980年3月に 全館開業。百貨店を参加に持たない南海電鉄が初めて手掛けた大型商業施設で開業にあたっては西部流通グループの全面的な支援を受けた。2011年3月3日の高島や大阪店の全館グランドオープンに合わせてナンバーシティのリニューアルが行われ、同年4月26日には南海南場駅のリニューアルとともにナンバーシティのリニューアルが完成した。 2015年以降も大規模なリニューアル工事が行われ、2016年3月に本館、4月に南館がリニューアルオープンした。旧ロケット広場に飾られていたロケットの模型地下1階の吹き抜けにあったロケット広場は、広場にロケットという意外な組み合わせに加え、地下鉄や近鉄の南馬駅にも気軽に行けるという利便性から南を代表する 待ち合わせスポットの一つであった。元は防災上の問題から高島屋とナンバ、シティの間を1000平方メートル空けるよう国が指導したことによるもので、その空間に当時の宇宙ブームに乗ってロケットを設置した。ロケットは1977年に日本初の静止衛星キク2号を打ち上げた NI ロケットの1、1模型で、 地下1階から大空に向けてそそり立っていた。NI のメーカーである三菱重工業が製造し、1978年に設置。長らくナンバシティのシンボルとなっていた。だが2000年頃を境にポケットベルや携帯電話の普及などで待ち合わせの利用者が徐々に減少。ナンバシティのテナントからもロケットは役割を終えたとの声が出始めた。 それらの点を踏まえ南海電鉄は2007年5月ターミナルビル改装工事に際しロケットを撤去し跡地にウェルカムロビーを設置することを発表した南海電鉄はロケットの引き取り先を探していたが引き取り手がなくロケットの撤去は同年8月10日より準備開始し8月23日に完了した2009年10月7日南海グループがこの広場を ナンバガレリアと命名し、広場の定義を室内吹き抜け空間全体に拡張すると発表した。そして10月16日にナンバガレリアがナンバシティリニューアル一期完了と同時にオープンした。郵便番号542-0076大阪府大阪市中央区ナンバ5丁目1の60。ありがとうございます。